イノベーション都市とは、イノベーションハブの機能を有し、人材が集積している都市のことである。新規事業、企業、イノベーション、研究開発が盛んといった特徴がある。新規事業、企業、イノベーション、研究開発が盛んな都市において集積性が注目されている。これは、シリコンバレー、イスラエル、新鮮ンン、シンガポールなどにおいて、 独自のエコシステムを有し都市の集積性が見られるからである。このようなイノベーションエコシステムは人的資本、経済資本、インフラ資本、促進環境資本、ネットワーク資本、文化資本などを有する。オープンイノベーションの観点から海外のイノベーション都市との連携の動きも存在する。その一方、中国に関しては米中新冷戦など安全保障の観点から 新鮮との連携には警戒し、人民解放軍との関係を指摘する声もある。米不動産サービス JLL がこのほど発表した調査レポートイノベーションジオグラフィーズでは特許出願数などからイノベーティブ都市ランキングでは東京が2位となった。これは特許数などの技術分野が評価された。一方、スタートアップゲノムの調査によれば 東京の評価が低いのは接続性であり、ミートアップの数や、ライフサイエンス系研究機関、ファンド、アクセラレーターなどのエコシステムが低評価である。日本国内では、横浜市がイノベーションとし、横浜宣言を行い、企業や研究者、開発者の交流を活発にする宣言をしている。また、福岡市、大阪市、仙台市、札幌市、名古屋市、神戸市などでも、 独自のエコシステムを形成しようとする動きがある。例として、神戸市などでは、イノベーション専門家を雇用しようとする動きがある。ありがとうございます。